聞かせるトレーニング講座いきます。聞かせるトレーニングってすごく効果があるトレーニングなんですけども、まあ弱点としてはやってるつもりになりがちなんですよね。まあ、聞かせるトレーニングでものすごく体が変わりましたと、人が変わったと言ってくれましたとかいう感じの人はなかなか難しいですよね。体ってなかなか変わらないですからね。人っていうのはお世辞を言うもんですからね。あなたはトレーニングやってるんだから体変わりましたねって言ったらその人喜びますからですね。あなたトレーニングやってるのに体変わらないねっていう人はその人の人柄が悪いわけで、普通の人は体変わったって言いますよね。そこを真に受けて自分は体変わったと、このトレーニングで OK だと思うとなかなか難しいです。まだ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 追い込まなきゃいけないと思うような人がですね、まあ筋発達が、早くなります。っていうか、まあ、人の言葉にね惑わされないですね。体が良くなりましたねって言ったってその人の人柄が現れてるだけですからね。今日はいい天気ですねみたいな感じで私は人を褒める、体良くなりましたねっていうことありますけども、それと同じ、そういう方はたくさんいらっしゃいますからですね、それを真に受けて俺の体すごいだろうみたいな感じでいくと聞かせるトレーニングの効果が半減しますから注意してください。謙虚、これが聞かせるトレーニングの一つのコツですね。